た音の景色があって、頭の中でだけ膨らんでたイメージを音に形にしていって、それが生に生きたものに変わる瞬間をずっと夢見ていて、自分の限界を少しだけ超えた先にあるものが見たいなと思って、今の私にできる精一杯を大切な仲間と大切な人に届けられたらいいなと思ってます。一応音楽活動をちょっと10周年ライブとかをやり始めて10周年ということで、記念アルバムを出そうということで、ちょっと初の大編成にチャレンジしようかなと思って、ちょっと皆さんにご協力いただきました。今日から ストリングスにアレンジする前ってピアノで全部弾いてたわけじゃないですか、はい、ね、O からってピアノで弾くとしたらどんな感じなの、こっちの方がいいですかね。全然とりあえずここが184でこれ122だ、大丈夫って。でもこっちはやっぱ8クリックだよね、当然。そうですね、カッ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 で、ここで普通にカッカッカッカで120になる。そうですね、そうですね、シブでシブでもいいし、まあだから単純にこれがThank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。リハーサルがとりあえず終わりました。疲れた。でも、皆さんが素晴らしい演奏でサクサク順調に今のところ行っております。明日からいよいよレコーディング頑張りたいと思います。ちょっと太りになっちゃいましたけど、このまま居残り練習を私はしますので、また明日。ついにレコーディング初日です。ちょっと皆さん総動員で朝から集まりいただいてます。どうなるんですかね。頑張ります。もうポチャッと出ない方がいいって感じですかね。そうですね、柔らかい方が、はい、だから弦との絡みもあるので、結構ピアノの音の方が大きくて、それを、そうなんですね。このね、粒を作るような感じで、はい、揃える感じでやってみますね。はい。これから聞き直すんですけど、まあ、2日目というかレコーディング初日、とりあえず1曲目と1、2、3曲目が撮り終わったところです。まあ、今回のちょっと大変そうなところは一応撮れたかなっていう感じではあるんですけど、でも明日まだあと6曲ありますのでまだまだです。ちょっとでも、改めて明日フレッシュなあの味噌でもう一回聞いてみてって感じですかね。もうちょっと疲れ切っててごめんなさい。じゃあ、明日も6曲頑張って撮って、完成に向けて頑張りたいと思います。はい、お疲れ様でした。 O では、あ、O じゃないや、最後の P とかは絶対間違ってないので、うん、J か R ですね。ちょっと耳はめっちゃ疲れちゃって、ちょっと音量小さめで聞きます。この後ろの席とかでちょっと一回じゃあ J ぐらい。
ございます。おはようございます。まず今日は、まずウッドベースとピアノのちょっと打って変わってレコーディングして、午後からオケと一緒に撮って、最後居残りでピアノソロを撮ってっていう一日です。終わるかちょっと心配ですけど、一生懸命頑張ります。Thank you.
今周りにいて支えてくれる大事な人たちに、応援してくれる温かい人たちに少しでも応えたくて、このアルバムは作ってきました。私にできることは本当に少しだけど、それでも何か少しでも音楽で力になりたくて、大変だった日とか落ち込んでる日もまた明日頑張ろうかなって思ってもらえるように心を込めて、自分の音をこれからもずっと届けていきたいなと思います。